バービーバービーシリーズバービーと伝説の馬バービーと伝説の馬はカナダの CG アニメーションスタジオであるアークプロダクションが制作されたバービーシリーズのコンピューターアニメーション長編ファンタジー映画作品2013年10月22日にアメリカ合衆国のユニバーサルピクチャーズホームエンターテイメントから映像ソフトが発売されている 日本では2015年6月13日6月19日にカートゥーンネットワークで日本語吹き替え版が放送された。バービーのフェアリープリンセスに続く2015年の4部作の2作目となる日本初放送。バービーは休暇に彼女の姉妹と共に双子の外籍がいるスイスのアルプスの山々へ行き、ここで常馬学校に通い楽しく馬術を学んだ。バービーは 伝説の馬に出会い、そして彼女の姉妹と共に、そこの馬と密接に触れ合って暮らしていた。伝説の馬は極めて珍しい品種であり、フィリップは伝説の馬に目をつけ、馬術競技を借りて、乗馬学校を買収しようとした。バービーと彼女の姉妹は馬術競技を通じて、乗馬学校の維持を手助けする。ありがとうございます。